Tatra T3、Tatra T3R.PLF バリ OLF、Tatra T3R.PLF、Tatra T3R.PLF は、チェコ各地の路面電車で使用されている電車の一、形式。チェコスロバキア時代に製造された、路面電車車用、Tatra T3 の主要機器を流用して製造された、部分超低床電車である。この項目では、電気機器が異なるTatra T3R.SLF や、ウクライナ、ロシア連邦でライセンス契約を受けて生産されている、同型車両のTatra T3UA-3 や71から412も合わせて解説する。チェコ各地の路面電車へ向けて導入された、Tatra T3 の機器を流用する形で製造された、1両での運転が可能な部分超低床電車。改造は T3 の製造元であったKDタトラの倒産以降同社で製造されていた路面電車車両の更新や新型車両の製造を実施しているアライアンス TW によって行われる。前面形状はインダストリアルデザイナーのフランティシェク・カルダウスが手掛けた T3 のオリジナルデザインが引き続き用いられている一方、バークビー 3LF と呼ばれる車体は中央部が床上高さ 350mm の低床構造になっており、車内全体の 36% が低床化されている。また中央部に存在する乗降扉の下には、車椅子利用客向けの収納式スロープが搭載されている。低床部分の屋根上に移設された電気機器の種類によって形式が分かれており、チェコのセゲレツが展開する TB プログレスを用いた車両は、T3R.PLF、同じくチェコのシコダ製の機器を導入した車両は T3R.SLF と呼ばれる。連結機が設置されており総括制御による連結運転が可能だが、車体長が改造前から 15.1 メートルに延長したことから、停留所のプラットフォームの長さの関係上、T3R.PLF や T3R.SLF 同士による運転は行われず、従来型の高床車体を持つ T3 の改造車が必ず連結されるようになっている。超低床電車を新規で購入するよりも安価であることに加え、連接車である超低床電車では輸送力が過剰となる路線や時間帯に適した定員数であることなどの利点から、2005年の導入以降、チェコやスロバキア各地の路線への導入が実施されている。特にチェコの首都、プラハを走るプラハ市電には超低床電車の心臓と並行して夜間など利用客が少ない時間帯向けの T3R.PLF の導入が積極的に行われており、2019年の時点で35両が運用につき、同年にはさらに65両の追加改造契約がアライアンス TW と交わされている。ウクライナ各都市の路面電車では2010年代以降、バリアフリー化や近代化を進める過程で、完全新造車よりも購入費用が安価な機器流用車の導入が積極的に行われている。その中でも、チェコの企業であるクエーサープラスは、アライアンス TW の代表企業であるプラゴイメックスとライセンス契約を結び、ウクライナの首都、キエフに本社を置く有限会社のポリテクノサービスと共に T3R.PLF に用いられるバークビー 3LF と同型の部分超低床車体の製造を行っている。電気機器についても T3R.PLF と同様にセゲレツ製の TB プログレスが導入されている一方、前面形状については1990年代に KD タトラによるタトラ T3 近代化プロジェクトの一環として、インダストリアルデザイナーのパトリック・コタスが手掛けたデザインを基本とする。その形状から、栗を意味するカシュタンという愛称で呼ばれることもある。71から412ロシア連邦の輸送用機器メーカーである、ウラルトランスマッシュは2010年代後半以降、アライアンス TW の代表企業であるプラゴイメックスとのライセンス契約を締結し、同社が展開する。路面電車車両を元にした車両の開発を行っている。その一つが、ソビエト連邦向けに展開された、Tatra T3SU の台車や機器を流用し、バークビー 3LF と同型の部分超低床車体や、新造した電気機器と組み合わせた71から412である。車体の製造には、ニジニノブゴロドのフォボス TS も関わっており、前面は人間工学を応用した運転台を含め新規にデザインが起こされている。2018年にエカテリンブルクで開催された鉄道車両の見本誌イナプロム -2018 で発表され、以降は各都市で試運転が行われている。また、ウラルトランスマッシュではこの車両を元にした狭機向けの新型車両である71から411を開発している。バリオ LFR Tatra T3R.SLF に関するカテゴリー、Tatra T3UA-3 に関するカテゴリー、Tatra T3UA-3 に関するカテゴリー。ありがとうございます。